わらとすみとまめ、ぐりむきょうだいへん、やざきげんくろうやく、あるむらにひとりのまずしいおばあさんがすんでいました。おばあさんはまめをひとさらあつめてにようと思いました。そこでおばあさんはかまどにひをおこすよういをしました。 そして火が早く燃えつくように一つかみの藁に火をつけました。おばあさんが豆をお鍋に開けるとき知らない間に一粒だけおばあさんの手から滑り落ちました。その豆は床の上の藁のそばにコロコロと転がっていきました。すると すぐその後から真っ赤に起こっている炭がかまどから跳ね出してこの二人のところへやってきました。するとわらが口を聞いて言いました。お前さんたちどこから来たんだね炭が答えました。俺はうまい具合に火の中から飛び出してきたんだよ。 こうでもしなかったら、間違いなしにおだぶつさ。燃えて灰になっちまうに決まってるもの。今度は豆が言いました。あたしも無事に逃げてきたわ。あのおばあさんにお鍋の中へ入れられようものなら、他のお友達と同じように、情け容赦もなく、ドロドロに寝られてしまうところだったのよ。 俺だって、似たり寄ったりの目にあってるのさ。とわらが言いました。俺の兄弟たちは、みんなあのばあさんのおかげで、火をつけられて、煙になっちまったんだ。ばあさんたら、いっぺんに六十もつかんで、みんなの命をとっちまったのさ。俺だけは運よく、ばあさんの指の間から滑り落ちたからいいけどね。 ところで、俺たちはこれからどうしたらいいだろうと、墨が言いました。あたし、こう思うのよと、豆が答えました。あたしたちは運よく死なずに済んだんですから、みんなで仲良しのお友達になりましょうよ。そして、ここでもう二度と、あんなひどい目に遭わないように、一緒に外へ出て、 どこかよその国へでも行きましょう。この申し出は他の二人も気に入りました。そこで三人は連れ立って出かけました。やがて三人はとある小さな流れのところにやってきました。見ると橋もなければ私板もありません。三人は どうして渡ったものか、途方に暮れてしまいました。わらがうまいことを思いついて言いました。俺が横になって寝転んでやろう。そうすれば、お前さんたちは橋を渡るように、俺の体の上を渡っていけるというもんだ。こう言って、わらはこっちの基地から向こうの岸まで、 体を長々と伸ばしました。すると、墨は生まれつきせっかちだったものですから、このできたばかりの橋の上を無鉄砲にちょこちょこ駆け出しました。ところが、真ん中まで来て、足の下で水がザーザー流れる音を聞きますと、どうにも怖くなって、そこに立ちすくんでしまいました。 もう一足も進むことができないのです。そのうちに藁は燃え出して二つに切れて流れの中へ落っこちました。炭も後から足を滑らせて水の中へ落ちました。そして十と言って命を失ってしまいました。豆は用心深く まだこっちの騎士に残っていましたが、この出来事を見ますと、おかしくって、笑わずにはいられませんでした。ところが、その笑いがいつまで経っても止まりません。豆はあんまりひどく笑ったものですから、とうとうパチンと弾けてしまいました。ですから、もしもこの時、 旅回りをしている仕立て屋さんが、運よくこの流れの岸辺で休んでいなかったなら、豆も他の二人と同じように死んでしまうところでした。仕立て屋さんは情け深い人でしたから、早速針と糸とを取り出して、豆の体を縫い合わせてやりました。豆は仕立て屋さんに、 熱く熱くお礼を言いました。けれども、仕立て屋さんが使ったのは黒い糸でしたので、それからというものは、どの豆にも黒い縫い目がついているのです。以上、藁と墨と豆、グリム兄弟編、矢崎玄九郎役。 でした。ありがとうございました。